編集でひどい面も散々あってきたんですよ。まさに、渡辺さん、キャベツ語ってくださいって、キャベツこうで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 って思い上げたら、渡辺さん、キャベツの話が長いので、次のシーンみたいな。それ嫌なんですか、あれは。いや、ダメでしょ、その場で言ってくださいよね、そのマナーとして、編集マナーで。渡辺さん、こっちが多く語ってください。編集を、渡辺にキャベツのうんちがうるさいのでっていうふうにしますからは、言わないと。言った方がいいですか。これでも、これマナー違反じゃないですか、もっと言うと、渡辺がキャベツの話しかしないので、みたいな。一人になってる時にちょっとそのスタッフと心は開けないじゃなくて、だからそこその辺で信頼があるんですよね。そうそうそう、簡単に言うとだからまだ信用してないです。上がりを見た。